い、物体の重さと浮力、うん、この浮力っていうのをちょっと違う面から、考えてます。はい、読んでいきますね。重さと体積が図23のようになっている物体 ABC があります。はい、見てみましょう。 A 100g で50立方センチメートル、 B は 200g で20立方センチメートル、 C は 300g で500立方センチメートル。はい、これらを重い順に並べると、それはもちろん CBA ですね。はい、300、200、100ね。はい、で体積も同じ順番になっています。で、普通ね、何も考えないと、それは重い方が沈むでしょうっていうふうに考えてしまいがちなんですけども、気をつけてください。はい、これね、水に入れると、はい、次の図24見てください。 C だけが浮いて、 B は途中で静止して、 A は沈むという、全くね、逆の結果になってしまうわけですね。はい、だから、くれぐれもね、で、まあ、一応読みます。はい、図24のように、はい、3行目ですね。水を入れると最も軽い A が沈み、 B が水中で止まり、最も重い C が浮きます。つまり物体が水に浮くかどうかは物体の重さだけでは分かりません。はい、ただ今最初に言ったこと、この浮力のことをしっかり今話を聞いて理解している人は大丈夫かなと思います、ね、今3つのパターンありましたね。 A が水に沈む場合のパターンですよね。はい、丸だって重さ 100g、 下向き 100g で50立方センチメートルだから、水中に入れたら、はい、50g の浮力しかかかりませんよね。はい、だから、重さがかかって沈んじゃう。はい、 B は 200g、 200立方センチメートル、はい、同じ数値ということは重さ 200g で、浮力も200立方センチメートル分の水の重さに等しいから 200g ね、釣り合います。だから途中で静止する。はい、 C は 300g、500立方センチメートル、はい、ね、浮力このまま全部水中に入れると 500g になってますので、はい、浮力が、まあ、これと同じような状態、うん、ね、つまり、今の例だったらこれ300、200になるまで、ね、の状態になるまで浮き続けるということになりますね。はい、なのでくれぐれも重い方が沈みやすいっていうふうに考えてはいけませんよ。体積にものすごく影響してるんですよってことですね。はい、じゃあ次の155ページの上見ましょう。はい、まあ、今のような考え方でもできるけれども、もうちょっと分かりやすい、ね、もうちょっと簡単な考え方もある。はい、その考え方ちょっとね書いてます。はい、物体 A から C の1立方センチメートルあたりの重さは A が 2g、はい、100÷50 ですね。はい、100g で50立方センチメートルだったら、1立方センチメートルだったらって言ったら割る 100÷50 ですね。はい、 A は1立方センチメートルあたり 2g、B は 200÷200 で1、C は 0.6g、はい、ですね、なりますと。はい、1立方センチメートルあたりの重さが 1g の水より大きいときは水中に沈み、1g より小さいときは水に浮くことになると、うん、これは浮力の考え方に関係はしますけども、まあ、ちょっと違う考え方ですね、うん、1立方センチメートルあたり水は 1g です、うん、それよりも重ければ、同じ1立方センチメートルの重さが重い A は沈む、ね、同じ B は途中で、水中で浮く、はい、ね、C は、ね、0.6 になりますね。 1g より小さいですので、はい、どんどん、ね、頭を出して浮くみたいな感じですね。はい、このように1立方センチメートルあたりの重さに注目することによって、より早く、ね、沈むか止まるか浮くかが区別できるということなんですね。はい、うん、この浮くっていう言い方ちょっと微妙ですね、まあ、2番3番両方とも浮くんで、まあ、2番水中でこう静止している場合は水中で止まるっていうふうに言いましょう、ね、沈むか止まるか浮くか、ね、もちろん浮力と重さの関係に注目してもいいですけれども、うん、このね、1立方センチメートルあたりの重さに注目すると楽ですね、うん、まあ、水の場合は別にいいんですけれども、浮力を考えてもいいんですけど、後で説明する、まあ、油とか食塩水とか水以外の、ね、場合、液体の場合はちょっとこのね、今言ったように1立方センチメートルあたりの重さに注目すると簡単に、ね、沈むか止まるか浮くかが判断できます。はい、ちなみにこの1立方センチメートルあたりの重さのことは密度というので、これも覚えておいてください。